問題だ。行方不明になっていた三沢咲ちゃんが遺体となって発見されました。子供が犠牲になるのは辛いな。元大臣の息子の名前まで。なぜ死刑囚を。君たちの体にはこのマイクロチップが埋め込まれている。あなたに訓練してほしい。だから死んでも構わないと。後で吠え面かくなよ。宣戦布告ですか。力と酒は同じ。どっちも魔物だ。あんたが悪事を闇から闇に葬るように、俺も悪党を闇に葬る。